はい、こんにちは、アルブル木工教室辻です。いつも、ご覧いただいてありがとうございます。で、今日は丸ノコの使い方、もしくはその丸ノコで何ができるかっていうところをちょっとまあ説明していきたいなと思います。まあ、どちらかというとその性能とかそういうものよりも、まあ、丸ノコで何ができるかっていう、まあ、本当に、ビギナー向け、教室に初めて来られる生徒さん向けに、ちょっとお届けしようかなと思っているので、物足りない、部分もあるかもしれないんですけれども、ちょっとそれを簡単に説明していきたいと思います。常々ちょっと僕らがその言ってる言葉で、僕らに関してはその精度っていうよりも、精度性能っていうよりも、まあ、ガシガシ使ってみるっていうことが僕はまあ大事だと思っているので、まあその性能に関しては、まあ、他の方がいろんな動画で上げられているところを参考にしていただいて、まあ丸ノコでまあ何ができるかというところを、まあ重点を置いて説明していこうと思います。はい。で、今僕の目の前に丸ノコが、4種類、並べられてます。右手側から安い順番になってます。で、まあ、性能もいろいろ違うっていうところなんですけど、基本的にはまあ使い方というのは、同じです。だいたいまずこの、プリメロですね。これで、5000円程度で、この両尾で6000円からまあ7000円程度で、このマキタの、汎用機の方が、だいたい1万円ぐらいで、こちらが、小川くんので、これはいくらぐらいだったか。2、3万やと思います。2、3万。はいはいはい。これ使い勝手いいよね。そうですね。うん。はい。まあそんな形で、いろいろ、価格帯で、性能も違うんですけど、まあ、基本的には、まあ、構造、使い方は同じです。で、まずはじゃあその丸ノコで、何ができるかっていうのを、まあ、重点を置いて、じゃあこれから説明していきます。はい。では丸ノコの構造からちょっと説明していきます。マキタの、モデル M565、 これが僕が、生まれて初めて一番、初めに買った、丸ノコですね。で、今でも、難なく使えてます。それでじゃあまあちょっとこれ一番、まあオーソドックスな形でホームセンターにも売られているものですね。これで説明していくんですけれども、まずは、どういう構造になっているかというと、ここにモーターがついています。で、電動工具何でもそうです。基本はモーターが回って刃が回る、もしくはインパクトドライバーであれば、ビットが回る、そういう形になってます。で、丸ノコの場合はこのモーターが回ってこちらの刃が回りますよという形になってます。で、注意してほしいのは丸ノコの刃はこういうふうに、上に向かって、反時計回りに回ります。はい。なんでかというと丸ノコを持って進めるときに刃が抵抗が加わる方に、回ってほしいからです。これが進行方向に対してタイヤと同じようにこう回転してしまうと、自分の力とは関係なしに丸ノコがくるくるくるっと走り出してしまいます。とても危ないですね。なので丸ノコっていうのは一般的にこう刃がこう回りそうな気するんですけれども、逆に回転するというふうに考えておいてください。すごい重要なことです。僕の知り合いでも、初めて使うっていう人が、何も考えずにセッティングしていて、それがもう全く、逆方向にセッティングしていたっていうこともよくあります。ということで、まあ刃の回転方向がまずこうですよという形です。じゃあ、何が、変更できるかというと、まずは深さですね。ベースを回すとこういうふうにストンと台が落ちました。モーターと丸ノコの刃自体は同じようにつながっているんですけれども、このベースが動いて刃の深さが変えられますということです。はい。でここでネジを締めて、まあ、いろんなここ、止め方があるんですけれども、機種によって違いますね。こういうふうに深さを決めてやります。あと何ができるか、ここの前後のネジを緩めて、そうすると今度台がこういうふうに角度をつけて動くことができます。だからこう動くこともできるし、高さも変えられますよという形で設定できます。はい。基本はまあ90度の、切りっていうのが多いですね。まあ、基本、主にまあそれで使うような用途が多いです。
では、じゃあ基本切る道具だっていうのは分かっていただけたと思います。じゃあジグソーと何が違うのって言ったら、ジグソーっていうのは、刃がもう本当にまっすぐですね、糸みたいな感じです。使ったことがあると思いますけど、その糸の子のような刃渡りが短いですね。これは刃渡りがこれだけあります。なんですけれども、糸の子っていうのは棒状ですね。だから曲線を切るのは糸の子は得意ですけど、直線を切るのは苦手。でも丸の子の場合はこれだけ面で切ってますので、線じゃないんですね。まっすぐ切るのは得意なんですけれども、曲がって曲線を切るっていうのは、基本は、できません。で、例外も、あるんですけれども、基本はそういう使い方をすると危ないというように考えておいてください。はい。で、じゃあ切るっていうことは分かったんですけれど、じゃあ何が切れるかと言ったら、棒状の角材を横にプツンと切り落とす。はい。で、あとはもう一つ、合板のようなこんな板をですね、その切り落とす、縦切りと言ったりもします。だから、その切るという、行為によってはその横切りと縦切りがメインだと思ってください。それともう一つ、どういう時に使うかというと、溝を掘ったりっていう時にも、使ったりします。ちょっと例外になるんですけれども、切る以外にもその切り込みを入れて、で、合かきという技法だったり、そういうものに、使ったりっていうのもありますね。はい。じゃあちょっとその3種を、少し例にとって、どんなことができるかっていうのをちょっとやってみましょう。はい、それではですね、丸ノコを使う際の注意点でですね、精度や、その性能とかに関しては、他の動画でもたくさん上げられている方がいらっしゃるんで、そちらの方が勉強になるかと思います。で、まずは何よりその精度うんぬんかんぬんよりも、まず絶対に自分に、危険がないということをまず第一優先してください。で、まず横切りですね、これをこういうふうにカットしたいと。
という場合の、注意点で、まあ、丸のこのその使い方全般に言えるんで重複することもあるんですけれども、基本、覚えていただくのは、5つです。1つは、まず後ろに絶対立たない。2つ目、材料から離した状態でスタートする。3つ目、コンセントはこまめに抜いて、本当に切る直前に入れてください。あとはそうですね、ここの部分をこう上げる方が、やっぱり、まあ、すごい便利でやりやすいんですけど、やっぱり危険もその分伴います。基本はもうこの状態で使うということを推奨します。はい、あともう一つは置き方ですね、こういうふうにポンとよく切り終わったらどうしても自分の体のすぐ近くに置いておきたいんで、こういうふうにテーブルの横に置くことがあります。でそのまま例えばもうドンと下に落としてしまって、でこの刃が、まあ、基本はカバーが隠れているんですけれども、危ないものです。で、コンセントも入った状態で置いておいたらなおさら、まあ、そうですね、危ないので、基本は置き方もできるだけ自分から遠ざけて、テーブルのできるだけ中心に置いて、で、まあ、こう置く方もいらっしゃいますけど、私たちの教室では基本こう置くようにしてます。なんでかっていうと、まあそうですね、ここにそのロックボタンがあるんですね。もしかしたら、まあ、あんまり、確率としては低いんですけれども、ロックボタンがこのままついた状態でコンセントを入れたらすぐに動き出す場合があります。そんなに確率はないんですけれども、刃がこういうふうにもう地面に近い状態よりはこういうふうに、刃が横になって寝ている方がまだ安全です。でこういう形で置いていただいてます。はい、まあ、以上その5つですね、ちょっと一つ一つ説明していきましょう。はい、まずは、後ろに立たないということなんですけれども、横切りの場合どうしてもやっぱりこういうふうに覗き込んでちゃんと隅線に合うかなと思ってこういうふうに切りたくなってしまいます。なんですけれども、これが一番危ないですね。何かあったら丸ノコは後ろに飛んできますので自分の体を傷つけることになります。なので丸ノコから丸ノコのモーター側の方に立って、まあ、右利き左利きもあるかと思うんですけれども、今は基本右利きの話をしてます。でこういう形で立って何かあっても後ろに、まあ、飛んでいくとしても、自分の体を守れるようにしておいて、ください。であとは後ろに人がいないかどうかをチェックしておくっていうのがまず大事ですね。でもう一つ、その後ろに飛ぶっていう話をしたんですけれども、どういう時に後ろに飛ぶかというと、キックバックといって材料に刃を当てた状態でスタートすると、その、このモーターの初期駆動力っていうのはすごい力です。でその材料に当てた状態で電源を入れると丸ノコ本体が後ろに下がっていくというようなことが、あります。ちょっと場所を変えて説明しましょうか。はい、じゃあちょっとこの辺映してくれる。例えばね、相撲のぶつかり稽古だと思ってください。ここに、お相撲さんがいます。でそこに私が加速してドーンとぶつかりました。これは通常の丸ノコの、働き方ですね、こちらも加速してますし相手に勢いも伝わります。なんですけれども、ここから刃がついた状態から自分がボンと押したら自分の方が跳ね返ってしまいます。加速がついていない状態で、このまま電源を入れてしまわないということですね。ある程度刃が回った状態から材料にぶつかってやるというような形で、イメージしてもらえると分かりやすいと思います。3つ目、コンセントですね、コンセントは、必ずこういう設定がもろもろ終わってから、入れるようにしてください。で、そうですね、この状態でもうトリガー、これコンセントが、入った状態でもうここ触れたらおしまいです。もう刃が回り出しますんでね。なので、全部設定が終わってからコンセントを入れてやる。でよく、まあ、手元にコンセントをここスイッチ式で、切り替えられるようにする方もいらっしゃいますが、やっぱりそれだとどうしてもオンオフの、ミスっていうのがあります。なのでそのオンオフのミスをなくすためにも、まあ、必ず自分の体で、コンセントに入れてやるっていうのをお勧めしてます。はい、4つ目、まあ、刃を出しっぱなしにしないということですね。こういうことですね。こういうことで、固定しないということをやっぱりお勧めしてます。こうなった状態でキックバックが起こった時にどうしてもやっぱりこのむき出しの状態で飛んできます。なので基本刃は出しっぱなしにしたい。あともう一つ、まあ、その刃を出さないということの、もう一つの大事なことは、材料を切るときに必要以上に出しすぎないということも大事ですね。
やっぱり丸ノコの歯自体がこうたくさん触れる面積が多いと、その分、材料が例えばこう挟んだ場合にその挟まれる面積で摩擦が起きる、その抵抗が増えます。なので極力、こういう形で材料よりも、まあよく言われるのは5ミリですね、5ミリ下に、ちょっと飛び出るぐらいのところで設定してやるというような形が大事になります。はい。で、最後5つ目は置き方ですね。まあ、常にやっぱり自分から遠ざけて置いておく、コンセントから抜いておくというような形で、例えばいい丸ノコ買っても結局置き方で、まあ、ちょっとこういうふうに端に置いといて結局自分の足で蹴っ飛ばして、ベースが、歪んでしまったとか、そういう話もよく聞きます。なので、そうですね、安全面でも、あと、ちゃんと機械を大事にするというところでも、大事になってくると思います。はい。で横切りの最後、まあ、注意点として、縦切りでも、まあ、そうなんですけど、こういう分厚い重い材料で、これはまあちょっと僕らの教室で、使うチェリー材というもので、ムクの木です。SPF や 2x4 材よりも全然、重たい木ですね。まあ、こういうものをちょっと、真っ二つにしたいということがあります。ノコギリできるのはすごい大変ですね。丸ノコで切りたいという場合は、とにかく、まあ、この馬を敷いてやると。で、切り落とされた時にちょうど、この切り落とされる分の長さの中間、要はもうバターンとどちらかに倒れるとか、そういうことがないようにしてあげてください。例えばこの馬がないとどうなるかというと、まず離した時点でこういうふうに、ドンと下につきますね。こういうふうに重力がかかっているということは、じゃあカメラ一度ここに戻してもらって、重力がかかっているということは、もう切り落ちる寸前にこの板が、まあ言ったらこういう形でストーンと落ちるわけですね。ここにまっすぐこういう材料があったものがこう落ちるということは、ここの下でノコの刃を挟んでしまいます。こういうふうに落ちるということは、こう切断面が今まであったはずがこうなってノコの刃をギュッと挟みてしまいます。その時にキックバックが起こる可能性がすごい高くなります。だからまず厚い材料を切るときっていうのはもう必ず、まず注意してください。どんなに注意しててもキックバックが起こりそうになるときはあります。同じようにこういうふうに、しっかり馬をですね、切れる側2点、残される側2点で1234というふうにしっかり置いているつもりでも、それでもやっぱり木が反っていたりしたら負荷がかかって、挟んでしまうということもあります。だからまずは後ろに立たないということ、刃を出しすぎないということで、しっかりこの馬を切れ落ちる時にしっかり、安定して残るような形で置いておいてもらう、ような形の、切り方っていうのをまず心がけてください。はい、それが横切りのまあ最終注意点ですね。はい。であとは、まあうまいテクニックの切り方みたいなところはまた別の動画などで、ご確認いただければと思います。付属のガイドを使わない縦切りの方法、を、ちょっと紹介したいと思います。これ、まあ、一応ついてるんですけれども、あんまり僕使いませんっていうのは、やっぱり、まあ、なかなかその精度が出なかったりするので、まあ、縦切り用の、ジグを自分で作ります。はい。で、いらない端材の、ベニヤ、まあ合板とかの方がまあいい場合もあります。まあいらないものがこう幅の広いもの狭いもの2つあります。でこれをまず単純に貼り合わせましょう。丸ノコのここの横幅、モーター側ですねの横幅よりもこっちが広ければいいです。そこにまずベニヤを2枚貼り合わせます。両面テープはダマにならないようにこうしっかりテープのここの面を使って貼ってやるといいですね。はい、じゃあこれを貼り合わせます。これはもう適当で大丈夫です。
もうそんなに精度とか関係なく、まあ端っこちょっと合わせるぐらいの感じで大丈夫です。はい、そしたらここに段差ができました。段差ができてます。で、今度は丸のこのここです。この、左端のこの面をここに合わせて切っていってやります。はい、じゃあこういう風にちょっと机の外に出してですね、はい、でこれでちょっとクランプをしてあげましょう。クランプがなければ別にもうビスで止めてしまっても構いません。あくまでこれジグですので。はい、では今ここの段差ができたところに端っこを当てて、このまま切っていってやります。そうすると何が起こったかというと、ここの端っこからここがちょうどこのここの横からここの距離と同じになりました。はい、で、要は、ここの線を切りたい部分に合わせれば必ず、その通りに切れるというような形になります。はい、じゃあちょっとそれを例にとって、カットしてみましょう。ということで、さっき、見ていただいたその縦切りは、要はこの切りたいラインに対して、これをポンとその隅線に合わせて置いたら必ずそこを刃が通ってくれますよというジグを作りました。はい、という形で、この縦切りの自作のジグっていうのは、さっきのそのこのガイドですね、付属のものよりも使用頻度が高いです。なのでこういうものを1個、丸のこを買ったら、ご自身で作っておくと、その後の作業が安全でかつ、スムーズになるかと思います。はい、はい、ということで、ちょっと長い動画になりましたけれども、まず丸ノコで何ができるかっていうところを知っていただいたのと、あとは構造ですね、丸ノコが、どういう、仕組みになっているか、あとは、その丸ノコの、まあ、ちょっと、縦切りのジグを作る、まあ紹介を交えながら、そうですね、最後、まあ、注意点、危険がないようにするというところをお伝えしました。あとは最後ちょっと丸のこの、そのそれぞれの、まあ、性能ですねを、比べてみました。
で僕の主観で言ったら、まあ、僕の主観というか、まあ、いつも教室を見ているスタッフ、みんなからしてみるとですね、まあ丸ノコって言ったらインパクトドライバーとかに、よりも使う機会っていうのはまあ少ないかなと思います。結構その大物を作る時っていうのはガシガシ使うんですけど、そういう時って結構その家の中とかじゃなくて外でやったりすることが多いと思います。で、まあ、例えば逆に言ったらホームセンターとか借りて、やったりすることも多いですね。でそういう時ってあんまり音は気にならないと思います。で、あとはその切り口が汚かろうが、木っていうのは、まあ、その多少の隙間とかを、まあ、埋めてくれるビスがこう打つことによってしなってくれるみたいな、そういう良さもあります。だからそんなに、精度が、きちっと出ているものを、丸ノコに関しては僕は、買わなくていいのかなというふうには思ってます。はい、ただまあいいものを揃えたい、まあ、いろんな、要望があると思うんで、それはまあ人それぞれだと思います。で、まあ基本道具中国製とかいろいろありますけれども、何でしょう、まあみんないいものを作ろうと思って、作っているので、悪いものはないです。まあその機械のそれぞれの癖だと思って、そこを使ってやったら、丸ノコっていうのは多少程度が低いものでも、全然使えるのかなというふうに思います。はい、まあ、なんせ危険がないように、ということを、丸ノコに関しては一番大事にしてもらえたらと思います。ということで、今日は丸ノコの紹介ということで、もし皆さんがそのご購入の、参考になれば、いいかなと思います。はい、では今日はどうもありがとうございました。はい。